北京広志勝博物館は中華人民共和国北京市昌平区要望鎮にある中国人民解放軍陸軍機構部隊に関する博物館である。広志勝とは英語のタンクを中国語に翻訳したもので日本語の戦車に相当する。そのため日本では北京戦車博物館と紹介される場合がある。1990年6月に開館し当初は 人民総公平陳列館と名付けられたが、1997年に現在の名前に変更。同年8月1日より一般公開を開始した。中国の気候部隊に関係する多くの歴史的写真といった資料が展示されているが、実際に運用された兵器類も展示保存されている。多くは中国やソ連で開発され実戦配備されていた戦車と戦闘機であるが、 中華民国などとの間で戦闘が行われた際に、露隔された兵器も展示されており、旧大日本帝国陸軍が運用し日中戦争に投入された兵器も展示保存されている。その中でも、当館の94式系装甲車は、世界でも貴重な現存車であり、ガラスケースの中で保存、展示されている。このほか珍しいものとしては、 中国国産の装甲戦闘車両の試作車や中国共産党によって制作された国策映画に登場させるために既存の車両を改造した映画撮影用の戦車が展示されている。なお、現在は無期限休館中で展示物は一般人は見ることができない。ありがとうございます。